電磁式カタパルトの動力源として大容量電池を川崎重工が提案しているという情報が入ってきました。今回は日本の空母事情と電磁式カタパルト用大容量電池について見ていきたいと思います。川崎重工業はコンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池ギガセルを開発しています。このギガセルを応用すれば航空母艦での艦載揮発艦時に使用される電磁式カタパルトに使用できるという提案を DSEI Japan 2023でパネル展示したそうです。今回の DSEI Japan 2023は2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催されました。コロナ禍で開催できなかった期間があったので、今回は2019年に続いて2回目となります。防衛・セキュリティ産業に関係している多くの企業が前回以上の数で参加し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛・セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有し、防衛装備品分野でのイノベーションを巻き起こす場として期待されているそうです。川崎重工業のグループ企業である川崎モータースが開発し、製造・販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセル。航空母艦の飛行甲板から、艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトとして、電磁式カタパルトを使用する際の電源として使用できるという説明がパネルに添付されていました。ニッケル水素電池は、現在広く普及している蓄電池です。例えば、乾電池型充電池、ハイブリッドカーの電源、デジカメや携帯音楽プレイヤー、ノートパソコン電池としても使用されているものもあるそうです。川崎重工が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、今までにない高速での密流放電可能な蓄電池として、瞬発力に富み次世代を担う蓄電池と言えましょう。現時点では、国内の路面電車や、自然エネルギー、太陽アキラ、風力発電などの出力安定に役立つ地上蓄電設備として利用されています。環境へ十分な配慮をしたエネルギーの有効利用、二酸化炭素削減などに貢献してくれるところ、いい地球に優しい電池として期待を集めているのです。その特徴ですが、第一に、バイポーラ 3D 構造によって、電池のセル容量やセル数を増やせるので、容易に大容量化できることが挙げられます。このバイポーラという仕組みは、隔壁で直列に接続される複数の単セル構造によって、セルの表及び裏面が、それぞれ、正極と負極になる構造のことです。セルを薄くできるほか、断面積が大きい隔壁でセルを接続させて、エネルギーロスを最小限に抑えられるだけでなく、モジュール内に直列するセル数を増やせるというものです。メリットはまだあります。ギガセルは内部抵抗が小さいので、高速密流放電が可能、長時間使用が可能で耐久性が高い、環境や人体に影響を及ぼす可能性の高い有害物質、鉛、水銀、カドミウムなどが使われていない、常温で作動するので、設置場所に制約がない、電池内の電解液が水溶液系なので、発火の心配がないなどです。路面電車の直流電各間の地上蓄電設備は、ギガセルのモジュールを40個直列に接続して、架線の電圧 1500V を満たす電力が得られ、電圧低下時のサポートや停電など、有事の際、緊急停車した電車を、最寄り駅まで移動させる電力として使用されています。その他にも、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するため、変電所などにも設置されているそうです。空母の電磁カタパルト電源として使用するためには、電圧約 36V、容量 5.4kW のギガセル 30kg 型のモジュールを300個使うことで、32MW の高出力を出せるとして、これらのモジュールを、艦内の格納庫スペースを確保し、キャビネットに並べて設置するという川崎重工業の提案です。この設置によって、電磁カタパルト用の発電用ボイラーを設置するより、はるかに広い小スペースが実現できますし、ニッケル水素蓄電池は、リチウムイオン蓄電池と違って、発火の危険がほとんどありません。
万一空母が被弾したり、艦内に火災が発生してもダメージコントロールがしやすくなると述べています。これまでの主流は蒸気カタパルトでしたが、電磁カタパルトはエネルギー効率がいい新たなカタパルトとして認識されたようです。アメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められ、2022年時点でアメリカは実用化に成功して、ニミッツ級原子力空母の後継であるジェラルド・ R ・フォード級原子力空母に搭載したそうです。中国も陸上基地でのテストを経て実用化に成功したと発表しています。現在偽装工事中の003型空母復権に搭載し、2024年1月時点で電磁カタパルトから艦載機の発艦に成功したとしていますが、裏付けとなる動画や画像は公表されていません。蒸気カタパルトは現時点ではまだ主流ですが、アメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては高い評価を得ているようです。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合は、飛行甲板に4機の蒸気カタパルトを設置していますが、99.5% の確率で、最低でも1機は稼働できると言われているので、洋上の空母では、この上なく信頼できるカタパルトと見られています。しかしいいことばかりではありません。欠点もあります。蒸気カタパルトの射出の際のエネルギー変換効率は4-6% とされ、出力のコントロールが困難なので、軽い無人機などの発艦時には、出力が強すぎて射出に失敗したという報告もあるのです。その点電磁カタパルトは、アメリカとイギリスが共同開発しているエマルスの場合、設計上は 90% の変換効率が達成できることになっています。そのため、多種多様な艦載機、大型で重量がある戦闘機から、小型で軽量の無人機まで必要とされる最適な発艦速度で射出できると言います。しかし、電磁カタパルトは巨大な電力が必要なので通常動力空母では無理とされてきました。つまり、膨大な余剰出力から発電力が確保できる原子力空母でなければ搭載不可能と言われてきたのです。中国海軍003型空母復権を建造当初から電磁カタパルトを搭載するという情報が出ていたので、原子炉を搭載し、中国海軍初の原子力空母になるのではと噂されていましたが、結局は通常動力型の空母であることが判明しました。中国が電磁カタパルトと主張はしていますが、証拠動画や画像が公表されていないので、本当は蒸気カタパルトではないか？と、多くの疑いの声があるそうです。電磁式カタパルトのメリットはまだあります。発艦時のシステム起動が早いのです。また、蒸気式では、ボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するので、カタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに、ボイラーから蒸気を送り込むとき、熱膨張でのパイプや機器の破壊を防ぐため、配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気しなければならないのですが、電磁式では、そういった事前作業が不要なのもメリットです。また、蒸気式では、ボイラーからアキュムレーターに供給された蒸気が冷めて水に戻ってしまうのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュムレーターも保温しておく必要があるので、エネルギーロスが発生していたのです。電磁式の最も大きなメリットは、発艦間隔の短縮が可能なことです。電磁式では、45秒で再充電が完了するので、電力が供給されていれば、理論上、1分で2機が発艦できることになるのです。蒸気式は、2分に1機の間隔で発艦可能ですから、それより、短時間で、ずっと、多くの艦載機を発艦させられるのです。以上のように、膨大な電力が必要で、原子力空母でなければ運用できないと見られてきた電磁カタパルトですが、ギガセルで電力を賄うことができるとなったら、海上自衛隊の出雲型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル兵装で発艦できることになります。それもあって、防衛省では、今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているそうです。
2024年1月17日、アメリカの軍事評価機関グローバルファイアーパワーは、世界の軍事力ランキング2024を発表したので、詳しく見ていきましょう。日本の評価は7位だけど、次世代護衛艦の性能や潜水艦になどに注目されていたようだ。お隣の韓国は5位で、そこと対立する北朝鮮は36位であるという。日本の建造能力は、今や世界屈指になっている。やはり、輸出は、今後必須になるかもしれませんね。F3 戦闘機開発加速してほしいものです。世界の軍事力ランキング付けの権威性も高いアメリカの軍事評価機関、グローバルファイアーパワーが、世界の軍事力ランキング2024を、2024年1月17日に発表した。この格付けは、世界145カ国の人口、兵力、兵器数、国防予算、地政学上から見た位置のほか、戦略などにおけるロジスティックス、経済力、天然資源の入手状況など、核兵器能力を省いた50以上の要素が総合的に評価されたパワーインデックス、軍事力指数のスコアを国別に算出している。それらを踏まえて、総合的な軍事力ランキングとして、2016年から毎年発表されているものであるが、軍事力指数は 0.0000 であることが完璧とされ、要は0に近ければ近いほど軍事力が高いのだ。1月に出された最新版の世界の軍事力ランキングも2016年以降から変わらず、1位アメリカ 0.0699、 2位ロシア 0.0702、 3位中国 0.0706 となっていて、この3カ国のランキングは不動であるもののポイント差は僅差となっているのがわかるだろう。トップに君臨しているアメリカは金融や資源のカテゴリーで圧倒的な数字を示しているほか、予算、兵力、技術力などの要素において他国を大きく引き離しており、この先も世界第1位の軍事大国であり続けるでしょうね。続いて第2位のロシアは、2022年2月に始まったウクライナ侵略戦争によって戦車や装甲車などの大量損耗があり、世界第2位の座を中国に譲るのではないかと噂されていたが、2024年版ではどうにか踏みとどまっているのはさすが軍事大国という声が上がっていた。しかし現在も続くウクライナ侵略戦争では、西側の軍事専門家の予想を裏切ってランキングでは遥か下にいたウクライナ軍の前線と協力国の策略によって長期化してしまい、これまでに戦車をはじめとする大量の装備や兵員を失っているのも事実である。この戦争が長引けば長引くほど損失は増大することが予測されているほか、西側からの経済制裁が継続して行われることにより、かなり落ち込んだ軍事予算がさらに不足するとも言われていて、数年後にはロシアが順位を落としてランキングが大きく動いても全く不思議ではない。ロシアに続く第3位の中国は、利用可能なマンパワーと海軍艦隊の強さの分野で1位であることから、総合で3位の座を守り続けていて、ここ最近は経済が揺れ動いていると言っても十分な力を持っており、中国における軍事費は2020年の時点で約27兆円とアメリカに次ぐ規模である。中国の国防費はここ30年で42倍にも増幅しており、急速に軍事力を高めようとしていることは明らかで、これまでの量に頼る方針を質の向上に変更したらしく、軍事における最新技術の開発を進めているようだ。それらに加えて7億人以上もの潜在的軍事力を持っているため、近い将来ロシアを抜いて第2位にのし上がるのも時間の問題だろう。この三大軍事大国から下位の国々との間はポイントでものすごく差が開いているけど、この最新版の軍事力ランキングにおいて周辺国と比較して兵力では大きく劣る日本の自衛隊が 0.1601 ポイントで世界第7位と評価されている。その格付け理由として、海自護衛艦などの海洋戦力が周辺国と比べて優位性が高いことや、航空母艦への改修が進められている出雲型護衛艦や最新鋭 FFM の木上型護衛艦などに搭載されている高度な軍事技術などが評価されたようだ。
また、世界的に注目されているのが、三大軍事大国に次ぐ4位の国であり、ここ数年は、インドが、この順位の常連となっていて、2024年においても、0.1023 ポイントで第4位となっていた。2023年4月に発表されたインドの人口は14億2860万人に達しており、中国の人口14億2570万人を290万人も上回るとされ、一人っ子政策の影響を受けて出生率が低下していることなどから、これまで人口ランキング世界第1位であった中国を抜いて、インド人が世界最多の人口となった。このことを理由に、利用可能な兵力人口、現役兵力、準軍事兵力において、国の人口の 47% のマンパワーが利用可能とされていることから、中国に次ぐ2位となり、軍事予算や技術力が不足している点は、安価な労働力で補う形となって、軍事力ランキング第4位の座を守っている。さらに、近年は、海外からの戦闘機購入を増やしたり、国産空母の建造にも取り組んだりして、最新の軍備を整えながら戦略強化もしており、インドが数年後にはロシアを抜いて中国に次ぐ第3位の座を奪い取る日も近いだろう。また、お隣の韓国は2023年のランキングで第5位だったイギリスを抜いて、インドに次ぐ第5位となり、近年における軍の近代化が評価されたのでしょうね。現在、韓国と休戦中の北朝鮮は、装備の古さや経済力の評価が低いことなどから、0.5313 ポイントで第36位と落ちていて、2019年には第18位まで来ていたが、年々評価を下げていき、軍事ランキング上の韓国との格差がより大きくなった。しかしながら、この軍事ランキングの要素に核兵器が入っていないため、北朝鮮が核兵器を保有していると見さされている以上、この格付けのみで、韓国が、北朝鮮に優位な立場にあると言い切れるものではない。当然、ランキング第2位のロシア、第3位の中国、そして北朝鮮に囲まれている西側陣営の韓国と日本は、マンパワーで勝る中、世に対抗するためにも、軍事技術において常に先進的である必要がある。しかし、近年では中国人民解放軍の近代化は、アメリカと肩を並べるほどに成長しており、例えば、アメリカが苦労して実用化を成し遂げた最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級高原子力航空母艦に搭載した電磁カタパルトを自国技術で開発に成功させた。それを現在偽装中である国産の003型通常動力航空母艦復権に搭載しているほか、極超音速滑空弾の開発と実用化においてはアメリカを追い越し、日本も以前のように軍事関連技術で中国を上回っていた時代は過ぎ去っている。2023年の国内総生産 GDP において、日本は米ドル換算でドイツに抜かれ、これまでアメリカ、中国に次いで第3位の座を守っていたものが、1994年にGDP の統計が主要指標となって以来、初めて第4位へと転落した。中国を起点に発症したコロナ禍による経済停滞や円安ドル高の為替の動きが影響したとは言っても、日本の経済発展が顕著に右肩下がりを示していることは間違いなく、今後の軍事ランキングにおいても、日本がさらに順位を下げるのも時間の問題だろう。日本経済の低迷は当然のことながら、防衛予算にも影響を及ぼすことは明確であり、その目処をこれまでの GDP の 1% から 2% に引き上げたところで、肝心の GDP が大きく落ち込んでしまっている以上、あまり意味をなさないとする声も上がっている。結局のところ、軍事ランキングが下位に落ち込んだとしても、これはあくまで数字上の指標であって、軍の強さを表すものではないが、顕著な下落は、中国やロシアに対する抑止力の低下につながる可能性は十分にあるため、日本は軍事技術の向上を図るとともに、落ち込んでいる経済成長を以前のように右肩上がりに戻す必要があることも否めない。特に中国の民事的戦略で日本の土地がどんどん買われていて、いつの間にか占領されていた国とならければいいのだが、
平和ボケしている国民の皆さんはどのように考えているのでしょうか。日本の防衛産業の武士、三菱重工業者に次ぐ規模と貢献を果たしている川崎重工業者が、本気で、三菱との防衛事業協力を拡大を目指しているとの情報をキャッチしました。今回は、最新鋭潜水艦を建造する川崎重工について詳しく見ていきます。原子力潜水艦よりも優れているとも感じる太平洋型潜水艦に、トータラなディーゼルエンジンが誕生したのをご存知でしょうか。川崎重工が開発していたもので、遅れて、太平洋型4番艦から搭載しています。自国で生産できないと兵器調達が遅れるよね。2023年12月、現在の日本政府を預かる岸田政権は、2024年度の防衛予算案を、これまででの最高額となる7兆9496億円とすることを閣議決定。同年夏の時点で想定された概算要求額よりも、さらに積み増した形となった。現在の日本の防衛予算案は、さらに、今から、前々年の2022年末に、一部の名称変更とともに刷新された、いわゆる安保関連3文書、その中でも、防衛力整備計画に基づいて増加が図られており、厳しい日本の安全保障環境を反映したものと言えよう。現在の岸田政権は、発足時より、その施策として、骨太の政策を掲げ、2023年度から2027年度までの直近5年間の防衛予算を、総額でおよそ43兆円規模に拡大することに着手、2年目にあたる2024年度分も大きく増加させた。この5年間で総額およそ43兆円という防衛予算の規模は従来まで不分率として日本の政治上で扱われていた対 GDP 比で約 1% を目安とするという目標を倍の約 2% にまで引き上げることを期としている。軍事費を対 GDP 比で約 2% を目安とする指標はヨーロッパの NATO 加盟国も目標に置いている数値であり、日本もこれに習ったと見る向きも多いが、単純に、これまでの倍額に相当するというわけでもない。というもの、岸田政権が掲げる防衛予算額を、対 GDP 比で 2% とする目標の中には、陸海空の3自衛隊に加えて、海上保安庁の予算も包括したものとなっており、従来の自衛隊のみのものとは単純比較できない側面もある。それでも、太平洋戦争後で最も悪化してると懸念されている日本の周囲の安全保障環境の現実を鑑みれば、増加の方向に舵を切ったことには変わりがなくなく、個人的には一定の評価を受けて叱るべきではないかと感じる。これまでの太平洋戦争後の日本の防衛予算案は、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との冷戦構造が、前者の自然崩壊によって終わりを迎えたことを反映し、明らかな減少基調で推移してきた点は否めない事実であった。それに伴い、多数の日本の防衛関連に従事していた企業が、その分野からの撤退を行っており、正直防衛装備品の供給に関与することは、企業の業績から判断すれば、利幅の薄い、ビジネス面では、利点の少ない分野と言えた。そのため、日本の防衛装備品の供給元として、それでも名を連ねてきた企業の多くは、ビジネス上の採算、利益率は多くとも、売上の2から 3% という現実を甘んじて受け入れ、国防を担う責任感から継続をしてきたと見てよいだろう。
こうした日本の防衛装備品の業界を支えてきた企業として最も著名であるのは、間違いなく三菱重工業者であると思われるが、キレに次ぐ2番手の規模とシェアを堅持しているのが川崎重工業者である。ただし、防衛装備品に限定せず、企業としての売上規模という観点から見た場合、日本の防衛装備品の供給元企業は、売上高約5兆円の三菱電機社が、首位、2位が、同約 4.2 兆円の三菱重工業者、3位が、約 3.9 兆円のダイキン工業者となっている。続いて、4位が、同 3.7 兆円の富士通、5位が、同約 3.3 兆円の日本電機、6位が、同約 1.7 兆円の川崎重工業者となっており、これに、7位で同約 1.3 兆円の IHI 社、8位が、同約 2.4 千億円の日本製鉄所社、9位が、同約 2.2 千億円の新明和工業社、10位が、同約 2.1 千億円の日油社と続く。今回ご紹介したいのは、全体の売上で約 1.7 兆円を計上している川崎重工業者で、同社は、陸上自衛隊向けに、偵察用のオートバイや、回転翼機の CH-47、海上自衛隊向けに、対舷型潜水艦や追戦哨戒機の固定翼機 P-1、航空自衛隊向けに、輸送用の固定翼機 C-2 を供給している。川崎重工業者は、前述した三菱重工業者、IHI 社と並んで、日本の重工業の一角をなす代表的企業の一つであり、民生品の分野では、二輪車、オートバイや水上オートバイ、また、鉄道用の車両の製造等でも、広く、その名を知られている。全くの個人的な余談だが、川崎重工業者の大型オートバイは、トム・クルーズ主演の人気アクション映画、トップガンシリーズでも、主人公の愛車として疾走するシーンが印象的で、戦闘機パイロットの普段の足としての存在感がよく表現されていたと感じる。川崎重工業者の起こりは、古く、1878年の川崎築地造船所の設立まで遡り、鹿児島の出身の川崎正造が、当時の薩摩藩の御用商であった山木屋への勤務を経て、大阪で船舶を用いた貿易商として起業したことに端を発する。以後、造船業から、鉄道の機関車や旅客車の製造に乗り出し、航空機の製造技場にまで業用を拡張、現在に続く川崎重工業者としての基礎を築き、太平洋戦争を挟んで日本を代表する重工業企業として今日に至っている。現在の川崎重工業者は事業部門制度を敷いており、同社ホームページ上の記載によれば、川崎車両株式会社が鉄道車両製造を手掛け、日本の神戸のみならずアメリカにも2カ所に工場を構え、日本における同分野のリーディングカンパニーとなっている。続く事業部門として航空宇宙システムカンパニーがあり、ここでは前述した自衛隊向けに対戦哨戒機の固定翼機 P1、輸送用の固定翼機 C2 等の製造を担うほか、日本における回転翼機のシェアでも首位の地位を占めている。この航空宇宙システムカンパニーでは、完成品としての各種の固定翼機、回転翼機の製造に止まらず、民間の旅客機用のターボファンエンジンや回転翼機用のターボシャフトエンジンの製造も手掛けている。次に、エネルギーソリューション&マリンカンパニーという事業部門は、エネルギー、プラント、専用推進、船舶海洋という4つのディビジョンから構成され、船舶海洋ディビジョンにおいて潜水艦建造を担当している。そして、川崎モータース株式会社が、同社内で唯一となる一般ユーザーへの製品の提供を行っている事業部門であり、主として、オートバイ等の二輪車や、レジャー用途の四輪のバギー等の製造を行っている。最後の事業部が精密機械ロボットカンパニーであり、ここでは建設機器、産業機器、及び船舶用の油圧機器であるポンプやモーター等や、これらを一体化させた装置を製造、また各種の生産工場向けに各種の産業用ロボットを提供している。川崎重工業者では、2023年度の第3四半期までの累計においては、
パワースポーツ&エンジン事業が約 33%、航空宇宙システムとエネルギーソリューション&マリン事業が約 19%、精密機械・ロボット事業が約 13%、車両事業が約 11% の売上を占めている。日本の防衛装備品の調達価格で見た場合、最新鋭の太平洋型潜水艦の2番艦で、2023年3月に収益を果たした枠芸は、一隻でおよそ720億円、対戦勝海機の固定翼機 P1 は、一機でおよそ150億円と決して安価ではない。しかし、川崎重工業者の企業としての売上の内訳を見ると、枠芸を含むエネルギーソリューション&マリン事業や P1 を含む航空宇宙システム事業よりも、オートバイを中心とするパワースポーツ&エンジン事業に比重が大きいことがわかる。冒頭で述べたように、日本の防衛予算案は、昨今の安全保障環境の悪化を反映して増額基調に変化しているが、例えば、川崎重工業者の P1 などは、無人航空機による任務の一部移管も加わり、2023年度予算までの累計調達数は、45機と減少傾向にある。川崎重工業者では、現在の防衛予算案の総額の拡大を受け、防衛装備品としての自社の売上規模も拡大する予測を行っているが、額面のみならず、採算上からも、現行の 2-3% という水準が、予測通りの 10% ほどに上昇することを願ってやまない。